い、皆さん今日も奏でてますか？ゲーム実況演奏してみたのカロンです。というわけで、リトの村に続いてゾーラの里を救っていきますか。おう、あら、旅人さんですか？話に夢中で気づけなくてごめんなさい。今このゾーラの里は空から降ってくるヘドローのせいで大変なことになっていて、やっと一段落ついたところなのですが、ここがヘドロまみれのままで、大事な像が、とっても大事なものなんです。はい、洗い流しますか。はい、お風呂のルックと。誰かがおハープを弾いている。はい、洗い流しました。掃除やリンクです。ゾーラ族の希望の象徴。綺麗にしていただきありがとうございました。かつて里を救った二人の勇士をかたどったものでして、おお、誰とリンクなんだい。リンク様。ハイリア人で、剣士。まさかあなたは。そして、ゾーラの王子シドの許嫁だって、ヨナと申します。リンクさん、お会いできて光栄です。シドのやつ、いつの間に。そしてこれが、今ヨナのテーマがね、流れてますけど、ちょっと叱るべきところで演奏していきますか。じゃあ、ハイラルゼンド調べるついでに、ゾーラのヘドロも、掃除、お掃除していきましょう。で、まずはシド王子と会いに行こうな。さて、いたいた。何やってんの？会いたかったぞ、シド。本当に君なのか？いやー、久しぶりだな、シド。いや、この曲がもう最高なんだよな。ティアキンで、まずちょっとシドのテーマアレンジされたのかな。さて、空、やはり空が全ての鍵なのか。ショラ。実はこの辺りにほどヘドロの元凶は、あの島に浮かぶ、空に浮かぶ島であるのではと考えていてな。だから今、遺跡の破片や空に関わる歴史を、ゾーラ族の各社に調べてもらっている。俺自身は、ここのヘドロの対処で自由には動けないからなと。綺麗なとこなんだろうけどね。ヘドロが混じった、汚れた水を俺の力、水の操る力で分離して綺麗にしてるんだ。ここミハー公園は、逆にミハーのテーマのアレンジがなってるんでしょうかね。汚れた水の里が里に名残込んでみんなが苦しむことになる。だからここを離れるわけにはいかない。だがリンク、ゼルフィームの行方が空の浮島や遺跡と関わりがありそうなら、さっき話した学者のところへ行ってみるといい。ジアートというじいさんだ。おお、リンクではないか。気がつかず悪かったゾーラ。いや、しかし聞いてくれ、この大発見。まごうことなき古代ゾーラの石碑、しかも空に関する記述がありそうなのだと。はい、読めるぞ。ラピュタの古代文字が。空魚の地に立ち、周囲を見よ。さすれば、宙に浮く岩々に雫が見えるだろう。王の証で抜くとき、水の架け橋のありか示されん。なるほど。ドレファン王。何やつ、お前はリンクではないか。待て、むずり。いきなりそれではリンクも何から言うか分かるぞ。黒い曲はないか。きた。ドレファン王たち。誰？なんか知ってませんか？
ゼルダ様と、遭遇したのはハイロル城が浮上した直後、空に現れた浮島、降り始めたヘドロや、遺跡の破片、それらを調べようとワシとムズリが里を出た時のこと。ヘドロの魔物を従えたゼルダ殿が空から舞い降りてきたのだ。そしてあろうことか我らにその魔物をけしかけてきたぞよ。見事ドレハン様はその魔物を撃退なさったが、戦いの中でヘドロに侵され、気づけばゼルダ姫は姿を消していたぞら。ね、一時的に身を隠すことになりましたと。全ては空から降ってきたということぞよ。この災い、全ての謎は空にあるのかもしれん。そして石碑に書かれてたという王の証、確かに知っていると思う。王の証とはゾーラ王の鱗のことなのだ。陰性の儀式でそう呼ばれたと聞くが、どう使われていたのかもう知る者はおらぬ。しかしわしの鱗が役に立つなら掘れ掘っていくという。ブチブチブチ足りなくなったらまた通りに来るがよいぞよ。お、そろそろシドに王位を譲ることを考えてもいいかもしれん。空から降りてきたゼルダ姫に魔物ヘドロ、俺と君の目的は同じく空にあるようだ。そして石碑に記されていたという王の証が地中への鱗ということも分かった。残る謎は空魚の地、宙に浮く岩岩とそこに見えるという雫が。空魚の地ね。さーて、予習済みですね。どっから行こうかな。さーて、空魚の島に降り立ちますか。さて、じゃあ雫ってどこだ。プル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 、ドキドキ、あったわ、こいつだな。よっしゃ、ドレファン王の鱗をブチ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 、はい。ファブリーズ、ヨナさん、おっと、夫婦喧嘩ですかい。でけえな、二人とも。ヨナさん、どうしてここに。シド君に相談があって来たの。私ずっと考えてたんだけど、あ、ちょっとお邪魔します。おリンク、どうしたんだ。あ、パーデンネンと。古代の石碑の謎が解けて光の柱が現れた。石碑にあったことが正しければその場所を調べれば空への道が現れるのか。さすがだなリンク、これは大発見だぞ。ねえシド君、私その光の柱の調査にはシド君も一緒に行くべきだと思う。今までずっと考えていたのはあなたがもっと自由に動けたらって。シド君とリンクさんが力を合わせれば、きっとこの危機も乗り越えられるはずよ。それはそうかもしれないが。どうしたの？一体何を迷っているの？おっと。エロ同心のやつだ。ヘドロをまとった魔物を父上を襲ったやつか。少しの間なら私たちの力でなんとかなる。頼んだぞ。お、一緒に戦ってくれ。来た、シドとの共闘来ましたぜ。ヘドロで身を守っている。隙を見て、お、水をまとわせ攻撃から守ることもできるし、水を放つこともできる。来た、シドの水を操る力。ほらよ、夫婦の仲を邪魔するな。邪魔すんじゃねえ。よし、
やったな、リンク。思い知ったか、ヘドラの魔物め。こっちは大丈夫よ。よかった、ヨナさんにもしものことがあったら、俺は。また魔物が現れないとも限らない。やはりヨナさんは、撮影戻った方がいい。ありがとう、シド君。でもさっきのリンクさんのお話。貯水湖に現れたっていう光の柱、それを調べればもしかしたら。空から降ってくるヘドロの銀や、ゼルダ姫様の行方がわかるかもしれないのよね。やっぱりこうなったら、ここは私たちに任せてシド君も調査行った方がいいと思うの。確かに俺も一緒に行きたいところだが、ヨナさんたちをこんな危険なところに置いては。まあそうだよな。もう大切な人失いたくないもんな、シドはな。さっきも任せてくれたじゃない。少しくらいなら私たちだけで大丈夫よ。しかし、私のことを心配してくれるのはすごく嬉しいわ。でもあなた いずれ里の人々を導くゾーラ族の王子。失うことを恐れてはダメ。過去の自分を克服して何も恐れず前に進まなきゃ。だが俺は、おっと、喧嘩か。らしくない。ここは私に任せなさい。シド君はいつものように前だけを見て思うように進めばいい。いつもの俺らしく。大丈夫、私はいなくなったりしないから。そうか、俺は大切なものを失うことを恐れていたんだな。来たー。やっと見せてくれた。彼は自分が大切なお姉さんを守って、守れなかったってずっと悔いていたの。そして今度は私のことを思ってくれて動けないでいた。でもシド君は私を信じてくれた。やっぱり彼はこうでなくっちゃね。おお、任されたぞ。そして、来ちゃー、ゾーラの鎧。それで滝登りを、秘伝技を習得します。よし、あれが柱だな。おお、あれが空へ行くための手がかりか。お、聞こえますか。今あなたの脳内に語りかけています。ファミチキをください。あの光一体どこから。俺に考えがある。はっ、わ、わあ、人間洗濯機だ。指紋認証。
人が死ぬ。よし、滝が空から降ってきたぞ。リンク、何があったんだ。君がやってくれたのか。謎の装置を動かしました。そうか、分かったぞ。滝はゾーラ族にとって道も同然、水の架け橋とはこれのことだったんだ。よし、滝登り行きますか。よし、じゃあ登っちゃいますか、滝を。マジで調子んだな、こいつ。超気持ちいい。さて、ヘゾロの発生源を探しますかということで、ちょっと履修しちゃったんさ。ワープ。やべ、積んだ。見たところ、ヘドロの滝はすべてこの上の遺跡から流れてるぞ。つまりヘドロの研究があるとすれば。よし、乗り込むぞ。いや、乗せてってほしいな。よいしょーっと。水の神殿の曲かな。ああ、やってまいりました。なんと荘厳な、こんな建造物が里の上空にあったとは。リンク、いたー。うんこを撒き散らすな。あれをなんとかしないと。あ、いかにもな、水が流れてきておりますが、見えるだろう、リンク。あの水を使うことができれば。指紋認証。ダメか。そう、うんこの勢いが強すぎる。だがリンク、君も見ただろう。穴式を使うのは効果があったぞ。水の量が足りないだけだ。とファミチキください。子孫よ。ということで、我が子孫よ、水の神殿のねポイントを教えていただきましょう。ここはゾーラの清き水の源。ご丁寧に。あざす。彼の導きのままに。うん。これか水仙か、水車みたいな形だ。よし。おりゃ。おほ。これで水栓を開けられたら、いい調子だぞ。残るはあと3つ。じゃあこの調子で水栓開けていきますかい。よし、水栓5つ開けたので行くか。しぞ、指紋認証。さて、何が出るかな、何が出るかな。
おお、ヘドロが消えてなくなったぞ。これで里も。なんだ。やはり魔物か。お前が里を。